どうもお疲れ様です。TV& センシブルの雑談力について語るシリーズ1ということで、そうですね、あのセンシブルさん の、うん、あの 雑談力、うん、いわゆるトークができない。あ、そうそう、うん、トークね、トークっていうか、まあその、うん、まあ、例えば今あの雑談力っていう、まあ、テーマを設けてるから、まあ、これについてねテーマを設けてるっていうのはまあ喋れるんですよ。なぜこう雑談ができないのかとか、ただ本当に何気ない雑談、あの、まあ、例えば誰かとなんか喫茶店に行って、さっきも喫茶店行きましたよね。普通にねこうね、で話ができない、目を合わせられない。じゃあ別にその、うん、なんか喋、うん、ることも特にないわけじゃない。うん、ないっていっぱいあるよ、宇宙の話とか音楽の話とか文学の話とか、いやなんかその、政治経済の話とかもう止まらなくなるし、話が飛んじゃうのって当たり前。あ、だからね、その、そういう話をしてもいいんだけど、まあ相手を選ぶっていうか、まあ相手を選ぶってこともないな。その、TV さんとでもちょっとね話がなくなることあるからね、僕ね、てかほとんどないでしょ、ほぼないでしょ。あ、そうだから黙ってツイッターやってるわけでしょ。そうそう、だから、そうそうそう、だからね、なんかやること特にないからね、だからそのどっか行こうとかね、なんかその動画を撮ろうとか、酒飲もうとか、なんかそういう何かをやらないとこういけなくて、何にもしなくてもこうね、ただ座ってベラベラ喋ってれば、だいぶなんか人生楽だなと思うんだけど、それがねできないんですよ。話なんか飛ぶの当たり前だから。ああ、通勤もあっても回転させないし。いや、そんなね、その、めんどくさいじゃないですか。いや、めんどくさくない。それが楽しい醍醐味なんだよ。醍醐味話も。話が飛んだりとか、宇宙の話しちゃったりとか。ね、もうあっちぐらいになるとね、宇宙行っちゃうから、宇宙の話めんどくさい。めんどくさい。そう。この人に縄文の話とかすると疲れちゃうんですよ。その、宇宙の話まで行かなくても、何気ない会話ね、その、なんか、なんだろう、今日は、まあ、寒いじゃないですか、なんかその全国的にも、そういう話が、まあ、するとしても、今日寒いねみたいな感じで、終わっちゃう。終わりなんだよね、別にそこから話がね、ちょっと膨らむわけでもなし。いや、そこから電気代の話とかにも、電気代、なるほどね、そことか、電気代とか、そこでこういう補助があるのとか、こういう制度があるのとか、じゃあ、あのそれが区でやってるの、あの国でやってるのとか、いろいろ話が広がるの、なるなる、一つのことで、でまた話が飛んでるみたいな、その連鎖だよ。ああ、そこそこ。いや、そのね、本当ね、なんか2時間、3時間とかね、喋ってる人いるじゃない。まあ私も喋ってるよね。こういうのがね、できないんだよ。ひどい時とか8時間とか喋ってるから。8時間、8時間電話で、よく喋ってるね。ほんとそんな喋ることないしね。あ、でもこれでもだいぶ喋れるようになってきたんだけどね。昔とかね、まあ今50なんですけど、20代の頃はもう全然人と喋れなかったからね。まあそれよりはだいぶ喋れるようになってきたんだけど、あのただその一生懸命頑張って喋ってるんで、なんかねペラ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 話がね尽きることがないっていうことないんだよね。それをやれてる人はすごい。まあ話すことが楽しいとかね、そんなのも特にないからね。話すことが苦痛、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさいってなっちゃう。なんかいろいろね考えちゃうね。考えるのが楽しい。考えなくてはこう、あ、だからこうね、喋り慣れなんだろうね、多分ね。そうそうそう。だから喋り慣れの人はもうなんか、いちいち考えずにもペラ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 喋られるんだけど、僕とかね、考えないと言葉出てこないっていうか。いや、考えればいいじゃん。めんどくさくない？疲れ。いや、別に楽しいな、頭の体操なんて。なんか、わざわざそんな頭の体操しなくてもいいっていうか、まあ、そんなことも考えちゃうけどね。まあ、あと、その、
なんだろう、うん、自分がね、うん、こう言っちゃったことで、うん、ああなんかあれ思われてないかな、いやあんなこと言わなきゃよかったなってなんかね、そういうことね、うちうち後から考えですからね、うんうん、あだからね、そのやっぱブレーキがかかっちゃうというかね、うんうん、まあなるべく話さないで済ますみたいな。でもまあ大概相手はね、そんなことは覚えてない、覚えてない、うん、覚えてないっていう、覚えてない、うんうん、まああれ覚えてたとしてもそんなに重要なことじゃないんだけど、うんうん、なんかやっぱり自意識過剰なんだよね。そう、そね、自意識過剰なの、うんうん、俺はね、もうだから他人なんかもうどうでもいいんだぐらいの感覚を、うん、まあ持ってると喋れるようになるのかなとか、うん、まあいや逆に興味があるから喋れるんだよ。あ、そう。ああ、興味がないんだよ。ああ、そうか。うんうん。なるほどなるほどね。うんうん、ああ、わかるわかる。うん、だから、うんうん、人にそんなに興味がないっていうか。そう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 。ああ。うんうん。うん、ああ、そう。だからなんかさ、例えばさ、うん、なんかの活動をやっていくとかでさ、うん、なんか、うん、あこの人いいなみたいな思ってもさ。うんうん、その人はさ、日常をさ、うん、な、何今日焼きそば食ったのとか、そんな話したくないじゃん、うん、別に。だからいいんじゃない、そう、うんうん、私はこうやって食費をしのいでるとか。だからさ、うんうん、そう、例えばさ、なんかあの、うん、なんか、まあ音楽やってる人、うんうん、まあその人の音楽はこう、うん、リスペクトしてるか、うん、いいと、うん、作品としてもいいと、うん、ライブ行くのもいいと、うん、で、うん、まあその、うん、作品のことを褒めたりとか、うんうん、今日のライブはどのコンテンツでしたねみたいな感じで、そういうもうなんか3分ぐらいで終わっちゃうじゃん、うん、でそっから話が始まるんで、ああそっから、うんうん、そのいやね、その人の僕もノイズバンドやってるんですよ、ね、ああまあそれプラス3分5分ぐらいで終わっちゃうから、うん、そっからそのそっからねくだらない話ができないんでね、うんうん、いやちょっとどこら辺に帰られるんですかみたいな、うん、あなんとか駅、あそこの駅なんか周りになったらあってどうのこうのとか言って、うんうん、あそこの なんとかのお店行きましたかとか、そういう話をさ、うん、その人なんかしなくてもいいっていうかさ、いやするべきなんだよそれで話が生まれるんだよそれで宇宙の話になるんだよそれは分かんないけど、うんうん、だからそれね、うん、苦手なんですよ、うん、それねあの冷めてきちゃうね、うん、なんかあの、うん、あ、俺何をこんなこの人と喋ってんだろうって、うんうんうん、だから、冷めてきちゃうし、うん、なんかあくだらないこと話しちゃったなみたいな、うんうん、いちいち思っちゃうよね、うん、だから思わなくてもいいのかもしれないけど、自己評価が低いんだよ、何回も言うような、うん、だからね、なんか重要な話をしなくちゃいけないと思い込んじゃったりとか、ああ大した話じゃなくてもいいんだよ、うんうん、だから大した話をしなくてもいいのかもしれないけどね、うんうんうん、なんか気負っちゃうっていうかね、うんうんうん、バンドのインタビューじゃないんだ、ああそうね、うんうんうん、だからまあね、あんまりいろいろ考える必要もないんだけど、うん、なんかね考えちゃうっていうかね、うんうんうん、だからちょっと今なんかいろいろ喋れてるけど、うん、実際はまあ本当は喋れてないんだけどね、うん、だからあのちょっともっぱらツイッターをやってますけど、あの動画を見て、これ後で動画編集するんですけど、うん、なんかあ喋れてんじゃんって思われると、うん、まあ実はね喋れてない、たまたまこういうなんか雑談っていうのをあのテーマにして喋ってるから、動画を撮りたいから喋ってるだけで、うんうん、だからどっかでね、うん、後で動画にするなって思ってるから、うん、あこれ一生懸命喋ってるんで、いい動画にしたいから、普段ね本当に喋れない、うんうんうん、喋ることもないっていうか、そう全く喋れないと思ってた、喋るの疲れちゃう、うん、喋ると結構自己発散になるんだけどね、ああだからそれがね、うん、ちょっとまだ分かんないんですよ、うんうん、だから私とかよく電話してるんだよ、ああそうそう、だから長電話するよね、長電話する、電話とかね、うん、できないね、いくらでも話出てくるから、うんうんうん、それがちょっと分かんない、うんこれが話したいとかないの、うんうん、これ話したいとかない、うん、いやあることはあるけど、うん、それはもう3分ぐらいで終わっちゃうような話なんで、うん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 、そんなに長く話すこともないっていうか、うん、
まあ私なんか2時間3時間も喋れるけどね。うん、それが謎だよね。うんうん、あとさ、そのなんだろう、長く話してる人を、うん、あのまあ人によってはそう、うん、まあ聞き手になって、うん、まあ楽しいこともあるんだけど、うん、ずっと話聞いてると苦痛になる人もいるんだよね。うんうんうん、だそういう風なんで、うん、まあ自分もそういう風に思われてるんじゃないかとか、うん、思い出したりとか。結構私の話とかに疲れてるよ。疲れこと。疲れこともあるね。大体疲れてますからね、ずっと話すると。疲れるからね、その、うん、まあ動画にしてあの他の人にお裾分けしてる。疲れろ、この動画を見て疲れろみたいな。うん、いや、もっと何でもいいんだよ、話すんだったら。いやー、その、うん、何でもいい話っていうのが、うん、なかなかできないね。うん、みんな取り立てて偉い人間じゃないんだから。うん、そうそう、だから人のこと気にしすぎるんだけどね。そう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 。うん、なんかくだらない話しちゃったなみたいな感じで、うん、ねえ、まあ別にいいんだけどね、そのくだらない話をすればね、うん、まあ、そう、それが人間思うような気もするけど、うん、人間力、ああ、うん、人間力ね、うん、人間力が高い人は幸せ度も高い、うん、ああそうかもしれない、うんうん、お金とかじゃない、うん、人間力要は、うんうんうん、僕そういえばさ、喋、うん、れるのがさ、警察官だね。警察官とは喋れるね。ああ、うんうん、まああれは向こうからもさ、いろいろ職質とかしてくるから、うんうん、なんだけど、なんか警察と喋ってるのが友達と喋ってるような気になる、うんうん、警察が友達みたいな、そうそうそう、うん、それ以外の人とはなあんまり喋れないっていうね、うんうん、謎のシーンですね、うんうん、で私も喋れないんだよね。そうそうそう、私の話聞いてて疲れちゃうんだよね。うん、疲れちゃべ苦手だね。うん、私はもっと縄文の話がしたいのにみたいな。ああ、それ縄文疲れるみたいな。それはなんかでも普通の雑談でもないけどね。うん、うん、あ、終わりましたか。うん、うん、はい、じゃあまあこんなところで、うん、ね、雑談を雑談力を高めるための動画、雑談力を僕はつけたい、うん、なんかどうでもいい話を延々と2時間3時間できれば人生楽になるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、なかなかできない悩みの告白でした。うんうんうん、というわけで、アスコルグエンドマンの日々チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。チャオー。はーい、というわけで雑談力上げてきましょう。うん。